志に向かう習慣です。何のために生きてるんですか？志成就するためです。って言えば人生で無駄なことが非常に減ります。でも何のために生きてるんですか？いやーまあまあ楽しくなるためですって言ったら楽しくなることいっぱいありますので、チョイスをどうやって選択したらいいか分かんないんですよ。ということはいろんな情報まみれになってなかなか前に進まないということが起こるんですけど、自分が何のために生まれて何のために死んでいくかを正確に表すのが志なんですね。そして日本は13歳から15歳までの間、江戸時代ですよ、立志っていう仕組みがあったんです。立志っていうのは武術家の子供だけがやります。基本はね、基本は武術家の子供たちは地方立法行政を、コントロールしているので立志しなきゃいけないんですよ。で、何 民衆のため、そして未来のために立志しなきゃいけないんですね。武術家の子供たちは地方立法行政を司る、その武人侍、そして武士の子供は立志したわけですよ。それがなんと中学生で立志したんですよ。でじゃあ立志するまでは何だったか、志立てるまでは子供だったっていうことです。そして志立ててから大人と言われるようになった。そしてこの仕組みが日本にフランシスコ・ザビエルがね、異国の宗教を持ってきた時に立志してる人間がバシッと立てたから、日本以外の国はほとんどイスラム教かキリスト教という一神教でコントロールされているのに、日本だけが、ね、G7、G8 の中で唯一の多神教国家ですよ。全てのものに神が宿る。この地球自体が神、宇宙の神、雨の神、高み結び、神結び、そして私のお母ちゃんも奥さんも神さんなんですみたいなね。わかります？全部神さんです。全てが神様ですっていうのはなんと日本だけ。それは何か言ったらほとんど異国の宗教にやられてたことよりも抽象度が高く、そして志を持って生きてた、ね、武士たちが多かったのでバテゲンにやれられなかったっていうことですね。分かります？なので志が立ってなかったら別にこれでもええやあれでもええやっていうことですけど、志が立ってて要はある意味宗教洗脳されてる人が少なかった。私は私でこういう生き方で生きていくって決めてた人がたくさんいたのでやられないんですよ。言ってるの分かります？何らかの宗教洗脳よりも上のレベルの抽象度のことを言われたらそれを塗り替えることができるんですけども、自分の内側に志という抽象度を持ってたら塗り替えることができないんですよね。私はこうやって生きてこうやって死ぬんですって決めてるやつを塗り替えることができないんですよ、っていうような国だった。なのでこのヤマトの精神ですね。なので誰も破壊しないし誰も潰さない、それをヤマトの精神、大調和の精神、ビッグハーモニーと言いますね。このヤマトの精神は何によって成り立つかといったら志を持っていること、そして志を成就に向かうことによって成り立っているんです。なので自分がゼロ化する、自分の中に罪汚れを、ちゃんと消せること、そしてチームシップ、仲間を大事にして共に志を同じくする人と何かを生み出すこと、そして自分の志を成就に向かうこと、この3つが語学の買い物三段習慣です。この習慣付けができた人だけ門を開くことができるので入門することができる、門に入ることができるということですね。この、ゼロセンスを磨く、要は自分の知識を、ね、前に出して俺はこんなことやってきた、こんな経験があったっていうやつはゼロセンスになってないので自分のゼロ感覚を磨けてないんですよ。学んだ知識をしゃべってるに過ぎないんですよ。でも我々やってるのはゼロ化ですから、自分の心も体もとりあえずクリアリングする、みそぎ払いをする、それが神道の、神道もそうですね、みそぎに始まりみそぎに終わる、要するにいろんな概念を言うんじゃなくて全てクリアリングする、きれいにするっていうのが、ね、神道の奥義ですから。そうそう、この国の、ね、神の道、要はそれが神だって言ってるんですよ。神の道と書いて神道ですから、神の教えではないですよ。自分が神となる道が神道なんです。これが、ね、この、日本という、この島でずっとあるものです。それは何か言ったらあなたが神です。そしてあなたも神です。そして私も神です。というか全部神やんっていうのが神道です。なので教えとかないって、だってあなた神なんだから分かるでしょっていうことなんですよ。だから教えられることは何もないんです。だから神道に教えなしなんですよ。だから祝詞しかないでしょ。祝詞って祝いに言ったんですよ。ね、仲間が鼻にかみつまり、そういうんでもう祝ってるわけですよね。天のね、岩戸ってね、そしてね、この世界がより良くなるようにっていうことでね、なんですか、
神田から保ち生えませ、ね、もっと八坂ってどんどん良くなれ、どんどん良くなるよ、どん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 良くしていくよっていうことなんですね。そういうのが神の道であるという、神の教えを守ることが神の道じゃなくて、自らの神となって、そしてこの世界を良くしていくというのが神です。だからね、そういう意味では部下も信徒も道具も、ね、全部一緒ですよねっていうことですよ。私が主体として立って誰の責任にもしません。そして私がより良い存在になることによってこの世界がどんどんより良くなっていきますっていうことを神社でやってるのが神道です。それを民間日常でやってるのが部下だということです。